アデン危機は1963年12月10日から1967年11月30日にかけてアデン保護領と南アラビア連邦で行われた南エメンがイギリスから独立した戦争である。ナセル大統領を率いるエジプトが反アラブ主義のために独立軍を支援した。また、ソ連も独立軍を支援した。イギリスは英領インドへの回路に発生する。 海賊対策の拠点としてアデンを占領していた。1869年にスエズ運河が改通すると旧炭鉱として重要性を増した。1947年のインド独立後はイギリスにとっての重要性は低下した。1956年7月26日、エジプトのナセル大統領がスエズ運河を国有化した。10月29日、 イギリス、フランス、イスラエルがエジプトに侵攻し、第二次中東戦争が発生した。11月2日、アメリカとソ連が共同で三国に圧力をかけ、撤退させた。1958年、エジプトがシリアと連合し、アラブ連合共和国を建国した。1961年、シリアがアラブ連合共和国から脱退し、連合は事実上消滅した。 1963年以降、様々な政治目標を持つ反イギリスゲリラが活動していたが、イエメン国民解放戦線と占領下の南イエメン解放戦線の二大組織に集約していった。NLF とフラジーはイギリスだけでなく、相互に攻撃し合っていた。1963年12月10日、NLF がアデンのコルマクサル空港でロンドンに戻る。 途中のイギリスのアデン高等委員会のケネディ、トレバスキスを手榴弾で攻撃した。この攻撃で巻き込まれた一人が死亡し、50人が負傷した。同日、アデンに緊急事態宣言が出された。1965年のアデンその後の NLF とフラジーはイギリスへの攻撃を強め、コルマクサ両立空軍基地への攻撃では、イギリス人の子供が一人死亡し、 4人負傷した。ゲリラは非番のイギリス人軍人や警察官を中心に殺害した。ほとんどの攻撃はアデンの古いアラブ人地区であるクレーターで行われた。イギリス軍は NLF やフラジーによってクレーターに武器が運び込まれるのをだら道で阻止しようとしたが、あまり効果がなかった。イギリス軍にも犠牲者は出たが、 組織間構想のためゲリラの被害ははるかに大きかった。1964年、地上作戦を行うために第24不評旅団が到着した。彼らは独立戦争で敗北するまでアデンに止まった。1965年までにコルマクサ両立空軍基地では9つの飛行中隊が作戦を行っていた。この中にはヘリコプターやホーカーハンターからなる。 輸送部隊が含まれた。ゲリラは RP-3 やエデンで反撃した。アデン外頭抵抗運動1967年のアデン1967年1月19日から20日、NLF はアデン外頭抵抗運動を仕掛けた。アデン警察の手には負えなかったため、高等委員会のリチャード・ターンブル卿はイギリス軍を派遣して抵抗運動を蹴散らした。しかし、 すぐにフラジー派の抵抗運動がそれに変わった。抵抗運動とイギリス軍の戦闘は2月まで続いた。イギリス軍は40回発砲し、ゲリラは60発の手榴弾で応えた。飛行中のアデン航空のダグラス DC-3 が戦闘に巻き込まれ、墜落し乗客が全員死亡した。1967年6月、第3次中東戦争が発生し、 アデンの状況はさらに悪化した。6月20日、エジプトのナセル大統領のイギリスが戦争でイスラエルを支援したとの主張に、こうした南アラビア連邦の何百人もの警察官がイギリスに反旗を翻した。この放棄はアデン武装警察にも広がり、22人のイギリス軍を殺害し、ヘリコプターを撃墜し、クレーターを獲得した。 イギリス人がアデンから避難する様子が、不毛の岩から生ける石までと記録されている。クレーターの戦いの結果イギリス軍は撤退したが、その間にイギリス海兵隊の45コマンドが、高所からアラブ人兵士を10人射殺した。しかし、アラブ人兵士は約400人でクーレーターを防衛した。NLF とフラジーの兵士は、市街地で銃撃戦を始めたが、放火や強盗。 殺人等も発生した。イギリス軍はクレーターの主要な出口を2つ封鎖した。イギリス軍は白島のオスマン要塞から狙撃したが、装甲車の砲撃によって狙撃手は殺害された。7月、スコットランドのコリン・ミッチェル陸軍中佐率いるアーガイルサザーランドハイランダーズがクレーターを制圧した。11月下旬、 度重なる NLF ゲリラの攻撃により、イギリス軍はアデンから撤退した。この撤退は、イギリスのハロルド・ウィルソン首相の計画より早かったため、後継政府を決めることができなかった。その後、NLF はイエメン人民民主共和国を建国した。アデンのイギリス海軍基地は閉鎖された。第一上流防衛隊警戒するイギリス兵。ありがとうございます。